石川県立野々市明林高等学校は石川県野々市市下林3丁目に所在する公立の高等学校。県立高校としては比較的新しく設置された。明林の名は今の県独園西南部にあった加賀藩の重心、横山市の定地に創立された藩校で孟子の一節に由来する文学校明林堂にちなんでいるが直接の関係はない。明倫とは 人の道を明らかにすることのいい高校名称の通称は、メイリンである。教育目標達成に資するため、特に次の書店に留意する。自学自習の習慣を身につけ、創造性を養い、社会人を切り開く人間の育成に努める。心身の調和の取れた上層豊かで思いやりのある人間の育成に努める。 たくましい体力と精神力を養成し、意欲的に行動できる人間の育成に努める。知性を磨き、特性を寛容し、心身ともにたくましい人間の育成に努める。4月入学式、6月2年修学旅行1.3年、遠足、7月クラスマッチ8月名林祭、11月文化、教室、3月卒業式、クラスマッチ近隣在住の生徒が多く、 自転車通学の生徒が大多数である。また当期はスクールバスが運行されるが2015年冬は利用者の減少に伴い運行されなかった。この項目は Wiki プロジェクト学校の高等学校テンプレートを使用しています。ありがとうございます。